こんにちは、池田しおりです。こんにちは、渡辺です。今日はゴム一本でできる、いつもより少し凝ったヘアアレンジやっていきたいと思います。私ぐらいの長さから鎖骨下ぐらいの長さの方まで、おすすめなので、少し凝ったアレンジがしたい方はよかったら参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。これ4回目です。ポリッシュオイルをワンプッシュ出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。ブラシでしっかりなじませます。すべての髪の毛を後頭部ぐらいの高さで一つにまとめます。ゴムで結びます。トップの部分を少しボリュームを出します。斜めから空洞を開けてくるりんぱします。毛先を軽くギュッとして少し引き出します。ゴムを少し下にずらします。反対側も襟足の部分に空洞を開けてくるりんぱします。ゴムを少し下にずらして、先ほどと同様に右側から空洞を開けて くるりんぱします。くるりんぱした部分を軽くほぐします。反対も同様に少しゴムを下にずらして、左側から空洞を開けてくるりんぱします。少しだけほぐします。ゴムを隠すようにヘアフックをつけていきます。最後にスプレーを振って毛羽立ちを抑えたら完成です。こんな感じで仕上がりました。今日はちょい凝ったって最初に言った通り、少し練習は必要かなって思います、で、こう右左右左ってくるりんぱを重ねていくんですけど、その時に、ポイントとしては、少しずつこうゴムを下にずらしながら、そしてゴムは、あんまりきつすぎず、そして緩すぎず、ポイントやな、結構前なので、適度な、硬さというか、でやってみてください。まあそこも練習は多分ね、結構必要かなと思うので、はい、あ、これならちょっと硬いなって、こうずらした時にずれなかったらゴムが多分硬いんですよ。でずれすぎたらだいぶ緩いんですよね。ちょうどいいぐらいのやつを、自分の髪の毛のね、髪質にもちょっとよるかなと思うので、ちょっとこう練習して編み出してもらうといいかなと思いますので、
まあ、これ多分ね使えたら多分いろんなシーンでも使えるアレンジかなと思うので、うん、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、バッチリです。はい、ありがとうございます。ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。